はい、今回ご紹介のお部屋は伊勢崎レインボーマンション、京急線小金町徒歩2分ブルーライン坂東橋徒歩3分の駅地下2路線使える物件の、4階のお部屋のご紹介です。58平米 2LDK です。玄関にはトールサイズのシューズクロック姿見付きがあります。でトイレですね、トイレもリクシル製で、新規交換してあります。壁掛け式リモコン、釣り戸棚、天井はこう黒く黒いアクセントのクロスが貼ってあります。洗面室も下はブラックで、非常にこうタイルの入ったですね、三面鏡になるタイプの洗面化粧台があります。裏は収納スペースになってます。でバスルームも新規交換してありまして、追い焚きがついてますね。浴室乾燥機はついてないです。フローリングはホワイトウッドで、黒と白を基調として、キッチンも面材が黒で統一されてますね。タイルが貼ってあって、水栓はビルトインの浄水器内蔵型水栓です。でちょっと面白いのがこの洗濯機置き場はここについてます。水仕事ここですね、キッチンの脇に家事動線がしやすいように配置されています。で、リビングダイニングキッチンで10畳ですね。で壁はこれ本当のタイルが貼ってあります。本当のタイルです。かっこいいですこれ。で隣が、スライドドアで6畳の洋室ですね。でクローゼットも、結構奥行きありますね。奥行き幅かなりあります。天井までありますねこれ。収納は多いと思います。広いと思いますこの物件で。隣も6畳です。6畳の洋室ですね。でこちらのクローゼットも、はい、幅も高さも、高さはちょっと針が出てますけど幅十分ありますね。はい、でバルコニー向きはちょっと北向きなんですけど、今夕方で西日が入ってます。向きは良くないんですけど、前が川ですごいいいですね。抜けてます。もう小金町駅が見えます。これ4月は多分というか桜です。桜がすごい綺麗な場所ですね。北向きですけど眺望いいですね非常に。はい、以上伊勢崎レインボーマンションのご紹介、4階のお部屋のご紹介でした。